様、あの山を越えたら硫黄谷ですね。そうだよ、父上もさぞ首を長くして待っておられるだろう。じゃあそろそろ出かけようか。はい。親父。ありがとうございます。お気をつけて。さあ、鉄之助。おじさん、目が落ちそうだよ。それより、早くおまんじゅうおまんじゅう。さあ。大丈夫。始まるよ。お前の命はもらったぞ。閉まれよ。お前の最後の敵は近づいたぞ。何者だ、出てまいれ。卑怯など姿を現せ。暗闇の琵琶法師怪人ノイザー。獅子丸、三途の川の送り歌を聞かせてやるわ。ゆっくりと聞くがいいぜ。獅子丸とかいう三人連れが殺されただ。行くぞ。どうすんだ。なんてむごいことをするんだ。私たちと間違えられたんだわ、この人たち。あなた、お名前は？どこへ行くの？かわいそうに。獅子丸さん、この人完全に狂ってるわ。兄さんと弟を一遍に殺されたんだ。無理もないよ。この人たち、確か硫黄谷にお父さんを訪ねていくって言ってた人たちだ。それじゃあ私たちでこの娘さんを送ってあげましょうよ。サウニエちゃん、そんなことしてたら丈之助に先を越されちゃうよ。小助ちゃん、あなた、こんなになった娘さんを放っておけるの？私にはとてもできないわ。だって小助、沙織の言う通りだ。この人をこのままにしたらお師匠様も悲しがるに違いないさ。いいから硫黄谷まで送っていこう。さ、丈之助のやつ今頃どうしてるかな。御時様の真の像を差し伸びてみせるわ。島根に負けてたまるか。申し上げます、同盟の兄弟の死骸、あれは島根のものではございません。獅子丸ではないと。あ、獅子丸はちょうど今峠を通ったところでございます。そうか、人違いであったか。我々も丈之助の暗殺に失敗いたしました。この上はぜひともノイザー様のお力を借りて
それでは丈之助のこの峠を通るというのか。多分。こいつは面白い。いよいよ我が秘術を目にかけるとするか。のやりさだきなかなか見事だな。だが今度は五寸八人衆の一人ノイザー様だ。そう簡単には行くまい。島のを倒せ。おかしい、あの琵琶の音で狂わされているのか。ゴースリータイガータイガー城水産が大海城を操ってるに違いない。城、とんだ邪魔が入ったが、この次はそうはいかんぞ。シマル、丈之助、このノイザーが必ずお前たちを倒す。どうだ丈之助、薄明かりが差すようになったな。この身を潰してつけると治るよ。何するんだ、人がせっかく山から探してきてやったのに。すまねえな、小僧には借りは作りたくないんだ。ふん、聞いたふうなこと言ってや。そいつはかわいそうに、娘さんの頭が狂ったのもノイザーのビアのせいに違いないぜ。どうしたら元に戻るか知らないのか。
確かもう一度琵琶の音を聞かせることだったかな。おらもこの上でちゃんと見てきたんだよ。いやー、恐ろしいな、なんなんで。島根兄ちゃん、ちょっと待ってて。ちょっとちょっとごめん。ともかくだな、大きいのなんのってそうだな、身の丈シャクシャクあろうという大化けもんでな、そいつが歩くとどしんどしん、うちはつぶられるし、崖が崩れるし、大騒動さ、その上口からあーっと火湧く恐ろしい化けもんだね。どうすんだ。おお、そいつがいよいよなこの先の妖怪に襲うんだそうだ。いやー、クワバラクワバラ、あー、いいとこいいとこいいね。島兄ちゃん、ゴースンだ、ゴースンだ、この先の妖怪を襲ってくる。何、ゴースンが、うん、ゴースンだと。しまる小僧、ありがとう。妖怪って言えばおゆうさんのお父さんのいるところだわ。どもが受け取りに来るわ。大事なことをやりやがって。しまった、どうやらゴースは妖怪に暴れ回ってるらしい。急ぎましょう、コスケちゃん。うん、コスケ、上だ。娘さんを頼む。はい、はや、はや、はい、おいしょ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 、
早くくれ。おじさん、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 あの怪物の手下どもが用を取りに来ると予告していった。砦の者で戦える者は少ない。いずれの方かは存ぜぬが、お助けいただけまいか。俺には他に目的がある。遠慮したいな。いや、お願いです。ここの硫黄があの怪物どもの手に入ったのでは。その怪物は俺が倒す。どこ行った。ゴースン様が砦を破壊してくれた。生き残った者どもを殺し、異様を奪うのはドクロ忍者ども、お前たちの仕事だ。行け。あ、それ賊様。どうやら来たようです。どこまで戦えるか分かりませんが、ごめん。俺には関係のないことだ。シマル、約束通り今日こそ貴様の命はもらうぞ。普通の抜け人ならば惨めに逃げ回るだけだが、進んで向かってくるとは丈之助、貴様さすがに骨があるな。しかし丈之助、一度目をかけた者に裏切られたこのゴースンの怒りもそれだけ大きいことを知れ。ゴースン、お前を倒す。ゴースン、タイガー。イナー城水産パI'm sorry.
こう。ああ、ご神さんだ。愚か者めが、タイガー城ごときに指一本触れさせるようなこのゴースンではないわ。さあ、サン姉ちゃん引いてごらんよ。でも引いてください、サオリさん、お願いです。長之助が言ったことだ。ともかく試してみよう。引いてごらん。ええ。ゴースに敗れたんだ。なぜだ、なぜだ。馬に引かれた漢王家、この男怪人ジェンマは一体何のために、誰のために漢王家を引きずっているのであろうか。さらに獅子丸たち三人と共にドクロ忍者を切り倒す怪人ジェンマ、この奇妙な怪人の目論みは、そして漢王家に秘められた謎は、獅子丸の心はいつしかジェンマに操られていた。